つい私たちは人と比べちゃうっていう癖があって、それの、比べちゃう自分と誰かの差とか、自分の持ち物と誰かの持ってる持ち物の差とか、そういうのを毎日消していこうねみたいな話を前回したんですけれども、それの他にもう一個、私たちって今目の前にあるものじゃない、関係ないことのことをすっごく考えちゃう。むしろ今目の前のことほとんど考えてないんですよね。例えば待ち合わせでどっかに行きますよね。友達と会うのにそこにいるんだけど、なんでそこにいるかって言ったら、スケジュール帳に何月何日何時どこって書いてあったからいるんですよね。今現在自分がそこにいたいから本当にいるのかって言ったら、ちょっと怪しいところがあったりしますよね。でそういうのを一旦リセットして、本当に今自分がやりたいこととか、本当に今自分が何したいかとかっていうことだけを考えられるようにするために、禅とか瞑想とかやって、一回もう呼吸だけに集中したりっていうことをトレーニングしたりするんだと思うんですね。どうして昨日とか明日とかのことでくよくよしちゃったりするのかっていうと、私たちが結構すごい能力持ってるかららしいんですよ。 2,3 年前にベストセラーになって、中田敦彦さんとかも紹介してましたけど、サピエンス全史っていう本がありまして、読みましたか？買ったけど読んでないっていう人が結構多いのかなって思うんですけれども、私一応、上下巻ともざっくり読みました。上巻の方にこのことが説明してあったんですよ。私たちのすごい能力のことが、サピエンスって、私たちホモサピエンスの前にもたくさんの種類のなんとかサピエンスっていうのがいて、中には私たちより体も大きいし脳みそも大きいっていう種類もいたんだけれども、最初ホモサピエンスって負けちゃうんですよ。でも私たちだけが目の前にあるものではないものを言葉で想像して膨らませて、それを現実のものかのように考えることができたから、それでね、言葉でつながって人数を集めた群れを作ることができたっていう話なんですよね。つまり目の前にあるもののことしか想像できない種族だと、もう多くて150人ぐらいの軍団しか作れないらしいんですよ。ところが私たちは言葉を使っているので、例えばですよ、例えば、違う部族と出会った時に、私たちはこの火の神を信じてるみたいなことをジェスチャー含めて伝えて、向こうも火の神うちにもいるぞとか言うと、同じじゃないかって言って合体できたりとか、で群れがどんどん大きくなれるっていうんですね。それで結局体も大きい別のサピエンスを滅ぼして、ホモサピエンスだけが残ったっていうことなんですよ。つまり動物とか他のサピエンスからすると、私たちはもう普通にいるだけでスペック持ってるんですよね。ドラマのスペックって、サトリちゃんとかも出てくるやつね、スペックあったじゃないですか。あれでは超能力持ってるみたいな人がスペックって呼ばれてたんですけど、そもそもホモサピエンスであるっていうだけで、私たちってスペックを持ってるんですね。動物だったら目の前にあるものが、それ自分が今食べられるものかどうかとか、そういうことでほとんど頭がいっぱいなんだと思うんですけど、でも私たちってほぼほぼ日常で今目の前にあるものじゃないことの方を考えちゃうじゃないですか。でもそれってスペックである、それがあったから文明もこんなになったし、想像力があるから IT とかもね、開発できて、目の前にいない人と喋ったりとかも想像力があるからできてるわけなんだけど、でもそれがためにむっちゃ疲れちゃったりもしてるわけですよね。昨日の過ぎたことなんてもう過ぎちゃってるのにずっとくよくよしてたり、明日大事な会議があるから本当は早く寝なきゃいけないのに、大事な会議があるのが心配で心配で眠れなくなっちゃったりとか、なんか矛盾したことになっちゃったりするじゃないですか。でそういう余計な心配をしないように、時々リセットしようねっていうのが禅とかマインドフルネスっていうことだと思うんですよ。だから差を取るっていう話もしたけど、それの他に時間の呪縛とか記憶想像力の呪縛で、私たちが自分で使いこなしきれてないぐらい、その想像力が邪魔をしちゃってる分、開発とか文明とかに使うんだったらいいんだけど、そうじゃない余計な心配とかしてもしょうがない心配のところは取り去りましょうっていうのが、そう、禅とかマインドフルネスだと思うんです。だ
からなんか仏教難しそうだなとか、禅とか寺行くのとかめっちゃ敷居高いんだけどって思うかもしれないけど、あのスペック持っちゃってて、スペック使いこなしきれないから疲れちゃってんのか、だから時々やった方がいいんだっていう風に考えてもらえると、なんとなくね、いい感じかなって思います。では今日の3分間はここまで。